はい、どうも、カズメンです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネル、この番組では、現役消防士の僕が、私の経験をもとにね、皆様の生活を少しでも改善できるような、そんな情報をお届けする、情報バラエティ番組となっております。今日のね、タイトルは、120万円あったらというお話でさせていただきます。おっと、その前に、Twitter と Instagram やってますので、もしやってる方、興味ある方は、チャンネル登録と一緒に Twitter、Instagram のフォローもお願いします。では行きましょう。120万円あったら、出歩くのが辛いということで、お話をさせていただきましょう。なぜこのタイトルか、私の前回の動画見ていただいた方はわかるかと思うんですけれども、この世界同時株安コロナショックで僕は運万円失ったぞと、まあ、ここにタイトルあるんでわかると思うんですけれども、120万円失ったわけですね。でこれをね、いろんな人にやっぱり話していかないと僕は心が持たない、さすがに。うん。でどうせね、失ったんやったらもうね、この120万円失ったことをバンバン話してね、もう笑いにしていったろうと。これ死ぬまでね、この120万円、俺はこの時、あの時、こんな失ったんや、みたいな話をしてたらね、その分ね、たくさんの方をね、その瞬間笑わすことができる。もうね、120万円漫談、ネタいっぱいできたんで、なんか機会があったらね、お話ししますけれども、もうその分だけね、元取ったろうということでね、シフトをチェンジ、考え方のシフトを僕変えていったわけなんですよね。それでね、ちょっと今日ね、出かけた時に思ったわけなんです。120万円やったらどんなもの一体変えたんかなと。これね、ポジティブに考えるかネガティブにもう考えるかなんですよ。もう失ったものはもう仕方ないね。だからもうポジティブに考えました。というわけでね、僕は男の子なので、一応ね、男の子が好きそうなものばっかり並んでいきますけれども、まあ興味ある方は見ていてください。まずね、一つ目、ロレックスですね。僕全く時計興味ないんですけれども、時計といえばまあロレックスかなということで、ロレックスの値段をね、価格 .com で調べてみました。そしたらいいのがありました。はい、これね、119万9900円ということで、120万円出したらなんと100円を釣りが来ると。この時計をね、腕にはめてね、残りの100円でセブンイレブンかどっかのコンビニコーヒーをクッと飲んでね、その時にこの時計をプッとちらつかしたら女の子が寄ってくるとか寄ってこないとかっていう話なんですけれども、僕は時計に興味がないのでこれに関してはパスします。次。はい、ではね、僕はバイク好きなので、どんなバイク買えるかなということで、僕ね、一番好きなのがホンダの VFR っていうバイクなんですね。これ 800cc のバイクで、ね、なかなかの高級車です。 800cc のくせに高いっていうのは知ってたんですけれども、値段まで詳しくは知りません。というわけで今回調べてみたんですね。するとね、シュワンと話してきてね、144万5400円からということですね。はい、120万円では買えません。はい。で、120万買えないんですけれども、その120万円を置いておいて、1ヶ月ね、真面目に働けば、このバイクをキャッシュで買えるということでね、今日分かってしまいました。では次行きましょう。バイクがダメやったら車はどうやねんということで、120万円で新車の車を買えるとはもちろん思っていません。ですので、グーネット中古車をね、これ私見てきたわけなんです。それで、この条件を設定というところで、120万円上限にどんな車を買えるかなって調べたんですけれども、結果的に、こういうことになりました。はい、ヒカって出てきたのが261486台も出てきたんですね。さすがにこの車の中から乗りたい車を検索するのはもう無理やったので、120万円やったらこの国にある26万台の中古車の中から好きなのを選んで乗れるということが分かったわけなんですよね。まあ僕は今車普通に乗ってるんで別にいりません。次行きましょう。ね、MacBook Pro ですよ。MacBook Pro。皆さん大好き MacBook Pro なんですけれども、先日出たね、16インチの MacBook Pro をカスタマイズしてみたところですね、120万円やったらどれぐらいのもんが買えるかということで、これね、第9世代の 2.4GHz 8コアインテルコア i9 プロセッサー、まあ一番いいプロセッサーを積んでます。 64GB のメモリを積んでます。だいたいね、Mac をね、買うときメモリ増強するんやけども、 Mac でやったら高いのよ。だから自分でね、こうパチャって入れるんやけども、今回も Mac に Apple さんにお任せしてます。でね、ここ、グラボ AMD Radeon Pro 5500M 8GB のメモリももう搭載してます。で、8TB の SSD、 これがめちゃくちゃ高いんですけれども、これも積んでいました。で、わーって来てね。で、何盛りになったか。はい、これですね。65万1800円。全然お釣り来る。はい、55万円近くお釣りが来る。ね、パソコンでね、120万使おう思ったらもう大変。というわけでね、このデスクトップのパソコンで見たんですね。これ G-Tune っていうね、ゲーム PC とかを作ってるようなブランドなんやけども、そこでなるだけでかいもんをね、カスタマイズしてみたわけなんですね。で、ここでずーっともう見えへんようになってるけど、これずーっとこういろんなを入れていくのよね。グラボは何するかとか、ディスプレイ何するかとか、こういうサービスつけるかとか、これは何年保証、2年保証のところ3年保証、いろいろつけていったら、そんでここにね、ちっちゃくね、出てるんですけどね、これが、はい、77万円なんですね。デスクトップ PC をね、Windows で思いっきり組んでもやっぱ77万円ぐらいにしかならないわけですよね。だからね、もっと皆さんのね、身近なところでテレビで行ってみました。
で、やっぱテレビといえば、ソニーのブラビアかなと思ったんで、まあブラビアの中でまあまあ高いのを調べてきたんですけれども、まあ上見ればね、400万円のね、テレビとかあったんですけど、それちょっと現実的じゃないんで、これでね、買えるのどれかなと思って、ブラビアの75インチのテレビ、75インチのテレビって相当でかいですね。僕まあテレビ家で見ないから、こんな75インチのテレビいらんないんやけども、75インチもあったら逆に見るかもしれへんね。これ値段がね、価格 .com で598,000円、クレジットカード支払いの最安価格でも61万円ということで、ね、まあ約60万円ですよね。テレビ75インチだとやっぱ60万円ぐらいということで、お釣りめちゃめちゃ出るので、音響にこだわりたいなということで、こちら BOSE のスピーカーをね、つけてみました。BOSE のスピーカーね、485,000円、これめっちゃ高いですね。BOSE のスピーカー、音だけのくせに48万円ということで、でもこれとこれ足しても120万でまだお釣りが来るんで、そのお釣りで美味しいもんでも食べに行ってください。というわけで次これね、吉原の大人、あ、これ次とか、次ね、東京に、今のとこ飛ばすなって。行く？行きますか今のとこ。行きますよ、そしたら。お子ちゃまは見ないでいいよ。はい。吉原の大人のお風呂の料金相場、これ調べてきました。激安中級高級店とあって、まあ、この高級な、お風呂屋さんに120分おれば、大体平均的に6万円ぐらい取られるみたいなんですけれども、だとしたら20回も行けるんですね。1年間毎月通っても1年8ヶ月も通える、このね、大人のお風呂場。ねえ、これすごい。それだけを僕は失ったわけですよ。次はね、大人も子供も夢の世界。これ東京ディズニーリゾートの公式のオンライン予約サイトっていうのがあって、ディズニーランドに泊まったら何本ぐらいかかるんかをちょっと調べてみました。僕ね、ディズニーランドとかね、USJ とかね、1ミリも興味ないんで、こんなページに入るの実は初めてやったりするんですけれども、なるだけ高いプランで、高い時期ね、夏休みの真ん中ら辺ぐらいにちょっと予約を取ってみたんですね。で、予約を取ってみたところ、こう選択できるホテルっていろいろあって、まあ、いっぱいあるんですね。ディズニーアンバサダーホテルとか、ホテルミラコスタ、なんか聞いたことあるぞ。東京ディズニーランドホテルとかあるんやけども、このホテルミラコスタ、ディズニーシーにあるホテルミラコスタがめちゃくちゃ高かったんですね。で、空きもないということなんですけど、これね、ちょっと見えへんと思うんやけど、大人が36万500円、36万円もするね、大人が。びっくりしました。で、まあ、子供は、ってことは18万円ですか？半額やから。まあ、僕知らないんで、その辺は適当に、計算したんですけれども、これ家族で旅行行ったとします。僕ね、僕と奥さん、ほんで子供3人連れて行ったところ、これね、すごい額になってしまいましたね。36+36+18+18+18。はい。次ね、もう消防士なんで、消防の資材をちょっと値段見てみました。これね、エンジンカッターですね。これバーンってエンジンかけて、シャッターとか壁とかをバーンってこれ切っていくわけなんですよ。でね、これパワーカッター、ハスクバーナーっていうところのメーカーのパワーカッターって商品名だから、14インチモデル K770 という商品やね。これね、楽天に売ってました。楽天で買えんやと思って何本ぐらいかなと見たら、意外とね、158,888円とね、意外と思ってたより安いんですね。まあまあ、ここのね、エンジンもちっちゃいし、まあ、構造自体単純だからそんなに高くないんかなと思いました。ただし注意してください。これね、このエンジン買ったね、ブレードは別売りとなってますので、ブレードは別途ご購入ください。ちなみにブレードは3000円とか4000円ぐらいで売ってましたので、ブレード何枚かね、予備買ったとしても、まあ20万円でお釣りが来ます。っていうことは、6台買えるんで、6台の車両にエンジンカッターを僕は詰めることになっていたはずです。というわけでね、次ね、AED。AED も売ってるんですね。僕そんなの知らんくて、初めての AED 楽天3点セットということで、楽天で AED が売ってたんですよね。この、何これと、この何パッドかな、なんかよう分からへんけど、まあ3点セットらしいです。それがね、295,460円という、結構ね、これ、こんなぐらいなんや、値段と思いました。ちなみに、この箱。箱付きで買うと36万ぐらいしましたので、箱付きで買いたい時は、120万やったら3台ぐらいしか買えないけれども、このね、単体のこうセットだけやったら4台買えることになるんですね。救急車4台分に AED を置けるだけのお金を僕は失ったということですね。はい、で、最後ね、今回僕がコロナに関することでこのお金を失ったわけなんですけど、今話題のね、PCR 検査1回1万5000円ぐらいと言われてます。これを公費負担にするのか、自費負担にするのかっていうことで、政府とね、何回ガチャガチャ揉めてますけれども、これね、120万やったらね、なんと80人も受けられるわけですね。僕はね、80人に PCR 検査を受けさせてあげれたはずなんですよ。まあ僕ももしかしてかかってるかもしれないですが、ここは79人させてください。79人に PCR 検査を僕は受けさせてあげることができたのに、そのお金をなくしてしまったんですね。というわけで最後まとめていきましょう。120万円やったら大体何でも買えるということが分かりました。ではまた。